ロープどうする？この間何メートル持ってった？この間50。51本か。うん、そう。持ってきてないで、俺ロープ。俺もないで。あら、50と35。なんで持ってきてこへんの？いや。いやって何やで。ロープ誰や？最後リュウちゃんに借りようか。あ、あんの？いやいや、でもまあ50あるって言ってるから。50ある。トロロープがある。お、いやか、死ぬ死ぬ。死ぬ。今日は、岡口屋にお世話になります。はい、ありがとう。はい、これなんや、このパンちゃん、YouTube 出るからな。もう出てまうからな。出てまうから、うん、今日お世話になる岡口です。この、これで、はい、これちょっと風船。いや、いいです、いいです、いいです。この中があんまり綺麗じゃない。若岡美です。私はあれやけど、中がちょっと汚いんで。そっけない。それ、これ貼り替えた方がいいな、これ、うん、サンダーバードヒルズに。うん、何やこれ、登山道編か、片山高野。こっちの3人違うよ。知らん。そっちの登山冒険が気になるよな。これなんで一番いいとこにこんなしょうもない。お前一番ええとこにこんなしょうもない。なあ。おう、こんなしょうもない。これ何やこれ、日の丸背負うような人間じゃねえぞ、これ。何やねんこれ。ひどいな。はい、お願いします。はい。はい。ここですか。ああ、ええね、うん。ちゃんと全泊や。こないだの全泊とはえらい違いな。全然違う。ネズミ死んどんな。ネズミ死んでんねん、最初。なんだそれ。予想よりすごいわ。もうホテルみたいな。とってもな。うわ、ん、兄貴、この3連休、前とケツと2日間あるんで、5連休にして雲の台行ってる。あ、してるよ。あ、でも5連休は聞いてなかったな。うん、3泊4日って言ってたもんな、もともと。54キロな。社長やからな。うん。朝出勤したらちょっと行ってくるわ。もうらしいな。いや、今から。聞いてねえよ。マジで。さすが社長やな。やりたい放題だ。やりたい放題。こんなことやったら必ず行けてたやんな。うまい。男から来る？一緒に行きましょうっていう。うん。男からばっかり。おっさんやろ？おっさん。おっさんな。いや、若い、いや、おっさんだよ。もう同世代よ、おっさん。男は嫌。まあ、なあ。男は嫌やん、もう。え、ちょ、ちょ、え、俺どっちもおっさんやろな。おっさんはいらんわ。うん。いや、おもろそうだよね。あ、まあ、人は何人か一緒には行っとるけど。あ、そうや、ミッシー行くもんな。うん、行く、割と。いや、初めてのやつとやっぱ行きにくいわ。俺も初めてのバリエーションはもう無理やわ。あのゲレンデは一緒に行ったのよ、うんや、うん、ゲレンデのマルチはね。まずはゲレンデやな。うん、ゲレンデ。いや、男と女出らくつもりないけど、女の子の連れて行きやすいやん、絶対。この前に来おへんやん、技術的に。で、男が言うてくるとするやん。そういうの、そういうの真面目な話俺するつもりないねん。でも女の子がいいやん。絶対女の子がいい。そうやな、うん、男が嫌やん。俺どっちも怖いっすよ。この話終わり。なんでなんでどっちも怖いんかな。なんでしんさん来んねやろな。わからへんね。俺5社で言うのかじゃん。なんか人畜無害っぽいやん。あ、うん、ね、そうやな。いや、あんたもやね、それ。ん、俺も島根兄弟は人畜無害系兄弟やって勝手に俺言ってるから。あ、そう、むしろ逆にこいつヤバいって思われたら勝っちゃうのレベルや。いや、あそこまで、いや、あそこまで振り切らな。あそこまで行ったら、今日逆にあそこまで行ってもいいわけだな。あそこの手前までは。気緩めたら、あの、やばいっていう恐怖を感じて落ち着かんじゃったの。だから、シンさんが声かけられるのは、うん、独身やからってことやな。その言うとそれが一番やな。うん。だから、クエシーやん、そんな俺らも。え、独身やん。あ、これ、どっちも声。独身やけどね、どっちも来い。悔しい。だいぶ独身のやつおったわ、もう一人。おかしいなぁ。まあ二度と行かんけどな、あんな行け。めっちゃしょうもないね。行け、ため行け。あ、その、蝶畑じゃない、小池ちゃうで、ため行け。小池の話だね。まあまあ小池、俺分かった。蝶ヶ岳に行こうって
小池が言い出してでしょで、蝶ヶ岳なったけど蝶ヶ岳なんて思んないよなって言い出して新さんとここがで、健さんもさ今まで3回行ってるから、うん、そこええよって言うから行ってんけど、うん、クソなあただのため息やなもう2回行ってから道ももうクソみたいな道やしなもう一回もう開けるであんなとこもう一緒だもんだって俺2回行ってんのそうやなもういいから次行ってから3回目独身やけど女から DM 込めたから悔しい悔しいただなもう32歳の若いよ彼女おるからさ今しょうもないよお前それ出したらなんでなんでそれはもう出すよだって前のその何この間の上高地の時にももうそんな話してるやんかいやこれ出したらぜここだなこれは出せんだよな、うん、ここ上高地の上高地で喋ってんのさもうみゆき付き合ったことになりましてっていう話をみんなしてるやんかみんなしたけど、うん、YouTube あかんでなんでいや、あかんでいや、なんであかんのいや、なんか基礎じゃないやつ基礎やんまた関係どうですかとか聞いたやついや、違うやんそれをもうはっきりするために言ってたやんそう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 基礎じゃないやついや、隠してる方がキモいわそれはそうやろうんただいや隠しのキモいしもうキモいだよだって48歳でさもう32歳の彼女いや別に何でそれを隠さなきゃいけんのそう別にただ女の隠さなあかん関係やったらやめちまえそうそうそう不倫しとるんかそう引用だろ真面目ない真面目やめろ何がやねん別にええやんそれロリあ中山さんロリなんやなっていうだけやねん違うやんもう2個もうゲーム来へんやんそっちだそっちやそっちやそれしてしまうとなああの人彼女できはったんやっていうことでなゲーム来へんかったらそっちにもつなげられへんやんそりゃそうやなんで隠してちょ待て待て待てなんで俺が片山さんに俺が片山さんにつなげることがあってもそっちからこっちにつなげるのはおかしいやろそれはどう考えてもどっちも DM 来へんがどうせなどうせなんでなん俺らほんまにいやだけどあのマッターホルンの最終回あれ何最後まで見てくださいいやあれはちゃんともうエンドロールまでイベントいや俺最後まで見てくださいってあそこで言ったんだったらあなんだみゆきちゃんとの関係をここで言っちゃうのかひょっとしてとそのぐらいのおおと思って全然関係ない男見せるなと思ったのに全然関係ないな世話になったなんかスポンサーの、うん、スタッフロールみたいなスタッフロールバーっと見せられて何相変わらずしょうもない編集してんな俺見てないけどみゆきちゃんの全然関係ないいやだってみゆきちゃん一番最初の最終回の冒頭で最後まで見てくださいっていやそんなみゆきちゃんのことなんか誰も思ってないって視聴者はそう俺らは身内が知っとっただけでまあまあまあそうだけどそんなもん公表するわけじゃないいや俺がそう思ったよな俺は知っとるからああそういうことだなそういうこと俺は知っとるからお男見せるかと思ったもんそれは YouTube でさすがにこう出さないみゆきもやっぱもつれていくべきじゃないよ片山さんがでも俺じゃないともう無理やでたまんいやそんなことない話じゃなくて自分で成長するきっかけを全部片山さんが奪ってんねんてうん、俺はもう絶対そうやと思うその山だけじゃなくてなできんねやと思う人付き合いいやできへんねやったらあかんやんそれはそうやねやろだからだったら行っちゃダメだよ山、うんうん、そうや絶対そうせなあかん片山さんに原因があると俺はもう最近ちょっと思ってんな、うん、甘やかしすぎ絶対動画でも言ってたの俺ガイドちゃうでってけどもうガイドごとしとるものがあってもう懸垂のやり方からなんからこっち行かないかんでってそっちやないでこっち踏み当たるでとかってだから言うてまうん言うていや分かる分かるだから片山さんがほんまに悪いでミスする前にやっぱ言うてまうんでしょ気になってまああれはしょうがないけどなもうでっけえ牛石踏んでだからできへんねんなほんでだから本人もさいまだに黒縁できへんわけやんかありえへんやんマジでうんあかんよそれはでもこうやってこうやったらええのにこうこれができるああ片手でああバッターホルムっていうレベルではなかったらもう全然だったぞ危ない群馬のやつがな急に行かへんとかあれも原因なんやけどちゃうっていう片山さんが悪いって今までの歴史に多分問題があんねんって絶対一緒に食べる？はい。上が小6、5年生で下が？が3人やったかな。3人。でそこも3人やろ？
ここも3人や。3人おるの？俺3人おる。上の方な。22かな。セックスマシーンばっかりやな、周りに。言い方やな。言い方よ。月日は。いや、ほんまそう。子供3人できるやつなんて、もうセックスマシーンより何者でもない。できるぞ、普通。だって、うちなんてほんま、一匹たりともでけんかってんで。なあ。それ何や、俺タンパクやからか。なあ。お嬢ちゃん、タンパクなの？いや、タンパク、分からへんよ、それ他。だって3人もおんねや。俺一人ゼロやで。セックスマシーンや、絶対。お前ら2人とも。リュウちゃんも。リュウちゃんも含めて。俺がセックスしなさすぎか、じゃあ。そっちからしたら。だから、まあ、ミッシーのリュウに行けば、血に出るぐらいせなあかんねん。俺がいつそんな話をしたの？まあ、してないけど。まあ、してないけど。やめて、そういう変なイメージって。けどカメラ回っとんの？嫁も見るやん。嫁見てんの？見てる？兄貴のカサブランカもリュウちゃんはそういうカラカラ巻いて笑ってた。カサブランカ。いや、だからな、そのカサブランカ第二の俺らのカサブランカな、いかんとあかんねって言うてんのに。俺はジュリエットがええって言うてんやな。だから、じゃ何がしたかったかって言ったらな、うまっ。うまいよ。うん、いや、うまい。あれ、片山さん、刺したこれ。ゆのちゃん、俺の継続性じゃん、継続性じゃん。どうしやろ。どうしちゃん、どうしちゃう。ごめん、ゆのちゃん、勝手に使った。ええよ。生きんないよ。ただやっぱ一言で言ってほしい。そうやな。勝手に疲れたら気分悪いからさ。ごめん、ちょっと歌詞がええねん。ハハハハ。ほんでな、見て、俺こっち掴んとコンセント使った。ちょっと休憩してから、ちょっと休憩してから行こう。ちょっともうガーッとガーッて出てさ。まだだ、まだだ。やめて。まだだ、今当たってもらってるもん。え、やめ、当てんなってお前。抜くぞ。俺昔な、叩かれよったよ。まさかないな。ずっと叩かれる。クイックワイパーでとか俺がもう青の俺が帰ってて遅かったりな、残業遅いってあれやんか、ほんな冷蔵庫開けるやんか、牛乳がピチッと壊れとる、バーンしてると、牛乳がピチッと、それただの嫁きちがいの時は、うん、ほんで俺歩けるかんな、ほんでもうそん叩いてくるし、ある時な、もう俺はもうそんなんやったら別れよ言うたんや、もうこうやってな、ごめん、もう私が悪かったから、もうすがってきたんやんか。ほんでな、もうそんなんやったら俺カクカクしようか、話せやって言ったらな、肘がな、口にバーン入ってな、パカー割れてよ、もうな、もう血ゴド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 出てきて、その血出たら、ギャーってなって、これ、俺、逮捕。マジで、警察に。いや、それ帰ってこれたけど、いや、あ、そこまでそんなんないから、やばい、よばい、あの、もうすごい割れたし、でもそれは、ほら見てへんからさ、うん、ほんまにこうやっただけ、いや、それかいや、ほんまそういうわけで、ほんで、向こうのお母さんも来て、もう徹底的に責められてな、なんなん、その元カノのアホ自慢してんのに、何の話でこうなったの、何の話こっちも気ぃ強いね。いや、そんな変な女と一緒にせんとって、うん、あ、そうやな、もうそんな嫁じゃないか、そこそんなのが比べてこいで、ごめん、しんどいよ。やめて、使いどころちゃうから、ね、おうもうそれはちゃうから、ちゃうから押しに行くから、もうほら行こうよ、足は8時起きぐらいなんでやねん、遅すぎるやん、8時入計とかならまだ、あのなんかサムネかなんかでみゆきの最後なんかみゆきの国交かなんかこんなやってる、さっきと優子があれキモい言ってたで、もう俺に言ってくれよ、だからもうそんなんが出てるわけよ、やっぱカップルの登山はキモいからもうやめて言ってる、それ後でカップルになっただけやから言うだけでもそこ言うだけで、もうだからもうキモいとかさ言われたないわけよ、キモいなあれ言うてる、言うて俺に言うて言うて、じゃあそれ言えるわけないやん、そんなん普通俺も言わんやん、いや言うて聞いても
やろ、不快、不快でさそうに。不快とかじゃなくて、みんなキモいと思ってんねんて。だな、わかった、カップルが出すなって。だからもうカップルが後の話してほんまキモいってさ、俺が言ったわけじゃないねんて。言うわ、俺が。何が俺にキモいって言ってくれって言うわ。あかんあかん、それやとさ、あいつらもさ、その俺にチクられたって思うやん。やろ、だからやめて、あかんねん。じゃあ、あかんねん、もうそういうことやねんって。ちゃうちゃうちゃう、だからキモいねんって。だからキモいねんって、ほんまに。ええ年下48歳のな、おっさんが32歳で。よう頑張ったって言うことやねん。もうそれはもう、もうそこはブレたかも。いやいや、頑張ってる。いや、分かってる分かってる。頑張ってないなんて俺言ってない、みゆきが。そんなん言うてん。ただ、キモいねってみんな思ってるよ。そう言うわ、もう。あかんあかんあかん。次の集まりいつ？あかんあかん。あかん。ま、これも分かると違う。それはまあみんな思ってるなって言うんだけど。俺は思ってるんですよ。それ俺見てないもんだって。ええやん。それが、な、片山みゆきコンビなわけやからさ。俺がキモいって言ってるわけじゃないよ、ほんまに。まだ言わない。もう待ったんかも。もう帰るわ、もう。編集しとって思ったんだよ。そう、編集して思ったし。見てへんやん。いや、その時も思ってんね、思ってんけど、うん、もうええかなと思って、普通には喋っとって、うん、その前にちょっと怒っとくから。うん、俺が通ったことを見てないし、ただの取り付きまでのアプローチやのに、道が分からへんねん、あいつ。踏み跡が多くて迷うのはしゃあないやんか。けど、岩場が弟ってきて、え、一緒に行ってんのやろ。そうだよ。どういうこと、分かる。俺ロープかけとやんか。おで、岩にもかけてやん、ロープ落ちるように。で、ビリはせんでいいんやけど、うん、俺の道がついとわけや、うん。だってロープ入っとやんから、うんうんうん。それが分からへん。上に行くか下に行くか、例えば。だから、一段上がって俺なら頑張ったで、うん、もう、もたもたしようから、もうええかげんそれぐらいせなあかんでっていう。で、俺がどこ通とうか俺見とんやしっていう。ちょっと怒ったあとやって、うん、もう言わへんかって。だからもう完全にもう片山さんとは無理やねんって。大物やもう、甘えてもうてるからさ、絶対大物すぎるや、うん。いや、藤本ちゃんと言っても分かる。いや、俺と言ったら多分それはないと思うで。いっぺんゲレンデ言って落ちてみせりゃいいやん、うん、こうなるんやで。ちゃんといや、多分そうやで、ね、ゲレンデ言って落ちたら、うん、多分みゆきなんでパーン飛ぶやん、うん、あれを一回経験させなあかんのじゃん、うん。あ、こっちなの、うん、そっち。あ、これじゃないの、滝川源流。これがヤギ川源流やろ。ヤギ川源流サマタ。その線の、あ、そっちだ。これがヤギ川源流サマタやろ。カムイチは全部持ってきねえけどな。俺も持ってきた。じゃあ、藤本ちゃんのワンセットでいいか。うん、ガチャな、うん。で、ロープ俺の。うん、でいいじゃん。ただちょっと滝のビレの時に、うん、ちょっとふわっと見えた。滝の風で、寒いっていうのはある、まあ、ただでもマスターダイバーやからその格好でええはずやけどな。関係ないけど。若竹はみゆきちゃんと行くって言うとったから、それに言うとったやんか。それもやめて。若竹どうすんのじゃん。いや、若竹みゆきちゃんと行こう。いや、みゆきと行かへんって言うてん。俺豪語したやん。いや、言ってたな。言ってたよ。いかへん、もう連れて行かへん言ってたよ。いかへん言うだけど、そうや、山行かへん。やっぱりそっから状況がどう変わったか教えてほしいね。一緒にもやっぱり行く、うん。いや、じゃあ、あの行かへんは何やった俺らに。行かへんって思うとったけど、うん、いや、ちょっと待って、それ、一回言うたらもう、下2枚なの。じゃあ、やっぱ付き合っとうし、一緒に山もやっぱ行くやん。うん、で、俺らはそう言ってたやん。うん、付き合ってんねやから、行ったらええんじゃんって言ったら、いや、行かんって言ってたやん。思ったんやけど、下2枚なの。でも、だから俺は、だからあの時は付き合ってるから、そんな別にそこまで厳しくせんでいいって言ってたやろ俺ら。でもそれでその後の片山さんを見て俺はさらに思ったんや。いや、やっぱり一緒に行かん方がええなって言ったもんな。言ったもん、言って。じゃあで一回でも言ってないうちにやっぱりみゆきちゃん。いや、だからバカだな。めちゃくちゃした。いやいや、これに関しては別に俺変なこと言ってないよな。いや言ってない。でもな、状況も変わるやん。変わってへんって、だから1ヶ月で考え方で何が変わってるの。いや、状況とか考え方が変わって、うん、あ、それもあかんなと。あかんのは一緒に行くことがあかんねん、絶対。その俺が早く何でも言いますステッカー返して言うならばもうみんな、あれもうちゃん、ところでね、
この TBA って何中も福原がいや一番年下やんだよな年上のことやんだよまあ、もうまだやりますもん、もう思いばこやしな、大体この人は何もわけわからんと言ってるだけやんかこれは寒いよあー、冷たなんで俺から勘取んねんごめんなええよめちゃめちゃ寒そう、あの格好なんか取ってんのかないや、何も取ってへんぞ、あれナイスクライミングやこれが不動滝行きたい、これアルファードはもうきなこ強いないからきなこにガソリンスタンドに出し入れたらな、うん、これ預かららしてもらえませんかって言われたよいや取れるからきなこの前例がないテコズロームだよな夕方預けたよ